はい、マスオゲームズでーす。はい、皆さん今回はですね、超マスクラマスオのマインクラフトパート37やっていきたいと思います。まだパート1からパート36見てないよという方はですね、再生リスト作りましたので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、ということで今回もやっていくんですが、まずは前回のおさらいです。前回はですね、こちら水族館をね、マスオの島の地下に作っていきました。まあかなりいい感じにまあねできたんですが、まだまだ未完成というか、まだまだもっと改良の余地があるんで、これからまたね改良していきたいなっていうところで前回終わったと思います。で、今回はですね、まあ何をやっていくのかと言いますと、まあ前回の最後にも言ったんですが、今回はダイヤモンドを探しに冒険しに行きたいと思います。というのもですね、このダイヤモンドのね、ズボンはまだいいんですけど、その以外のアイテムですね、ダイヤモンドのブーツもかなり壊れそうなね感じになってしまいましたし、斧も剣もね耐久度が低くなってきたので、ここでダイヤモンド装備を集めてこれを修復したいなと思って、今回ちょっと旅に出たいと思います。で、いつもね旅に出る時ってこのね緑色のね、右の緑色の砂漠の真ん中のところのね洞窟にいつも行ってるんですけど、今回はちょっと趣旨を変えて違う方向に行ってみたいと思います。こっちですね。地図で言いますと上の方なんですけど、右の地図がその上の方の地図になります。ちょっと交換しようか。こんな感じですね。はい、でこれでズンズン上がっていくと、まあ僕がよく行く島ですね。土を集めたり木を集めたり、まあそういう風なことをする、よくする場所なんですけど、はい、そっちの方向にで、今回は冒険をしたいと思います。あんまりね、この辺りで、冒険したことないんで、洞窟でダイヤモンドが、ああ、あったみたいな。ああ、すぐ見つかるじゃんみたいなね、そういうの期待してるんですけど、どうでしょうか。こんなところに羊さんが大量にいて、で、またベッドを持ってくるのを忘れてしまったので、ここでしっかりと集めておきましょう。はい、ではここで、どんどんね洞窟を探していきたいと思います。こっちに行ってもね、結局ねまた砂漠なんすよね。お、いきなり洞窟か。これはもしいきなり洞窟か。お、意外と続いている。おー、ちょ怖いな、いきなりこれ。いや、これ怖いっすね。これは早々に閉じておきましょう。ほい、よし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 。これで下に行っちゃえばいい感じでダイヤモンドを発見できるかもしれない。今回はですね、本当にダイヤモンドが僕必要なんですよ。おまけで言うと鉄も必要なんですよね。で、来た道を一応わかりやすくねしときましょう。で、これも掘って鉄も大量にゲットして、で地下へ進むと。結構広いですねこの洞窟で。この水処理もちゃんとやっておこう。なんか水ばっかりだな。この上の元の部分を止めに行きましょうか。っていうか結構上から来てるなこれ。ここで止めてしまえば下に影響 なく進むのかな。こう、これでいっか。これで水止まったかな。よし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 、これで下に進んでいきましょう。結構広この洞窟広いぞマジで。お、鉄だ、やったー。おお、広い、ナイスな洞窟だ。うーん、この水も嫌ですな。おお、いきなり発見してしまった。あったね今ね。っていうかめっちゃいいじゃんこの洞窟。俺運いいんだけど、めっちゃやば、ラッキー。あれどこだったっけ。ここかな。
危ない。よし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 。あった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 。ありました。大丈夫だよな。はい、シルクタッチでまず取ります。1個、2個、3個、4つ。はい。とりあえず4つゲット。いやー、ラッキー。超ラッキーなんだけど。あ、またあった。またあった。すげえ、ここ。ラッキー。こんなラッキーなことあるの？お、やった。1個、2個。うわ、めっちゃある。やべえ。やべえ、超ラッキー、マジで。もっとないかな。こんなラッキーなの、俺。ほんと珍しい。ことがあってもおかしくないんだけどな。いや、でも、すでに、帰ってもいいぐらいなんだけどな。すごい取れ高。取れ高って別に動画の方じゃないよ。ダイヤモンドの取れ高がやばい。線路でもうちょっといろんなところつなげたいかなって思ってるんで、この鉄も結構必要ですね。もうちょっと冒険して、なんか何か探してみたいよね。こんだけあるところだと。なんか音聞こえたぞ。こっち側に適当に掘ってみよう。お、マグマの音が聞こえる。ってことは、空洞があったりするのか？おお、これは危険だ。こういうところだね。これやらかすからね。ちゃんと水を使うと。これ重要ですから、皆さん。僕、アホなんでね。ご存知だと。おー、危ねえ！危ないっすよ、これは。皆さん、僕、何度も言いますけど、アホなんで、落ちるんですよ。僕、アホなんで、本当に。すでにダイヤモンド11個は確実。もうちょっと欲しいぞ。欲張りマスオだぞ、今。この下行ったらなんかあるかな。ここ閉じてしまおうか。よし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 。下に行けばあるんじゃないか。まあ、ただそんなにこう、広がり的には大きくないから、なんかなさそうっちゃなさそうっすね。意外とね、こう、動画編集してるとさ、ああ、俺ここにあったの見逃してたとかよくあったりするんですよね。もう一個ぐらいね、あったら、それでもうなんか戻りたいですね。だいぶなんかいい冒険してるんで、なんか割ともうなんか満足はしてきている。地図を見ると、じゃあこっち側に掘ろう。こっち側の方が帰り道に近いから。適当に進む。よし。まあ、いつかどっかにたどり着くでしょう。洞窟に繋がってますね。しかも水が流れている。ただこのこれがくせ者だな。よし、おお、おっとー、やったー。2個たった2個2個かー。ちょっとしょっぱいな。ない？まあでも、あっただけマシか。嬉しいな。もうちょっとありそうだな。こんだけ広かったらあるぞ。あるぞ、これ。まだある。進めー！すごい広い。あ、こっちは来たの、来た方向か。あ、こっちから来たのか、俺。こっちに進んでみようか。あ、こっちから来た？あ、あれあれあれ。もう迷子ですね、これね。あれ？わかんないぞ。あれ、俺こっち行ってるな。まあ、もう一回、もう上に戻るフェーズでいいかな。よーし。上に行くぞ、上に。よしよし。お、帰れそう、帰れそう。ちゃんと帰れそうですね、これね。なんか、いいルートでちゃんと行ってる。で、持って、お、帰れた！すごい！なんか、今までの冒険で一番、ちゃんとすんなり帰れてる気がする。イエーイ、戻ってきたぞーい。で、ボートがこの辺りにあるのかな。ボートはどこだ。あった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 。よーし、帰るぞーい。イエイエイエイ。いやー、いい冒険をしてしまった。すごくいいアイテムがめっちゃ揃ったな。
お、見えてきたぞ、拠点。よーし、帰ったぞーい。やったー。ではではでは、今回取った13個のダイヤモンドを並べまして、これを削っていこうと思います。素晴らしくない？これサムネイルって感じだね。しないけど多分。よし、行くぞ。幸運さんだよなこれ。よし、行きます。何個になるかな。13個。お、3個、7個、は8個、11個、15個、18個、19個、22個、23、27、28、32からの36。嬉しい。イエーイ。おりゃー、ティラリリーン、ティラリリーン。ついにマスオもね、ダイヤモンド装備が揃いました。まあ頭だけ亀の甲羅ではあるんですけど、まあこんな感じですね。まあ耐久力だけね、ダイヤモンドのやつをつけたりとか、あとダイヤモンドの胸当てをね、こう強化したりとかして、よりこう強いね、あの装備に整えていきたいと思います。装備も整ってきたので、次あたりはちょっとね、冒険をしに行きたいなって思ってます。海底神殿かなとかをこうね、冒険したいなって思ってるんで、はい、まず海底神殿をなんか見つけたり、いろいろまたしていきたいと思いますので、ぜひ次回もまた見ていただけたらなと思います。今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオゲームズでした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。ツイッター、インスタグラムもやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。